森田一世は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手、少年野球指導者、宇藤左田、リンクス野球教室代表、小1の時にソフトボールを始め、小3からは軟式野球を始める。関西高校に進み、1年秋からレギュラーに座ったものの、この年の岡山県大会決勝で右肩を脱球し、手術。この影響で当初は、 代打での出場が多かった。2年春、2年夏、3年春と3度の甲子園出場。3年春の大会ではベスト8に進出した。3年夏は甲子園出場はならなかったものの、県大会で3本塁打を放つ活躍を見せ、高校通算本塁打は25本。当時阪神のシニアディレクターで森田の長打力を高く評価した星野戦一の推薦もあり、 2007年の高校生ドラフトで阪神により三巡目指名を受け入団。背番号は64となった。2008年シーズン後、右肩の古傷の影響から保留選手名簿から外され、2009年は育成選手としての契約になった。背番号は122に変更。9月16日のウエスタンリーグ対中日ドラゴンズ戦に6番一塁で、 スタメン出場し、1点ビハインドの6回、菊池消防からバックスクリーンを超える、推定飛距離140メートルの特大の同点ソロ本塁打を打ち、2軍でのプロ初本塁打を記録。当時、左太もも肉離れで2軍でリハビリ中だったクレイグ、ブラゼルから前日に打撃指導を受け、即実践した一打となった。2010年7月20日、支配下選手に再登録。 背番号は69に変更。フレッシュオールスターゲームにも出場した。10月5日から26日までの期間、宮崎県で開催されたフェニックスリーグに参加。4本の本塁打を打ち、本塁打数で全参加選手中3くらいタイの成績であった。2011年は初めて春季キャンプで1軍に抜擢された。開幕は2軍で迎えたものの、 6月に二軍監督の吉武春樹からの助言で変更した打撃フォームがこうを、そうして調子を上げ、7月から二軍戦で4番に座るようになった。その後4番でスタメン出場した10試合で打率、305と校長を続け、7月26日に初の一軍昇格を果たした。昇格当日の対中日戦で5回に代打で初出場し、 その打席で2点本塁打を放った。初打席で本塁打を放ったのは日本プロ野球史上51人目で平成生まれ及び阪神タイガースの選手としては史上初の記録となった。またライ打でのプロ初打席本塁打は史上13人目の記録であった。さらにこの本塁打で阪神タイガースの選手として300人目の本塁打達成者となった。その後、 8月7日にツルナオトとの入れ替えで2軍降格するも8月23日の試合で負傷したクレイグブラゼルに代わって8月24日に1軍に昇格する8月25日の対巨人戦で7番一塁手で1軍初スタメン出場した2012年は主に2軍での出場機会となった2軍では89試合に出場し打率277 77安打、3本塁打、27打点をマークする。そして9月17日に一軍初昇格を果たすと、9月23日の対中日戦でシーズン初タイムリーを放ち、お立ち台に上がった。2013年にはウエスタンリーグで本塁打王、打点王のタイトルを獲得。一軍定着までには至らなかったものの、シーズン終盤には一塁手として公式戦のスタメンに、 起用されている。2014年は一軍での出場機会はなく、10月28日に戦力外通告を受けた。ウエスタンでの成績は84試合に出場し、59、あんだに7本塁打をマークし、打率は273だった。11月9日に静岡、草薙球場で行われた12球団、合同トライアウトに参加し、 バックスクリーンへの本類打を含む5打数3安打1、死休と結果を出したが、オファーはなく引退。12月2日、自由契約公示された。2015年5月からアメリカへ留学。カリフォルニア州立大学付属の語学学校、フレーズノ校で英語を学んだ。日本への帰国後に会社への勤務を一時経験したが、野球への思いを立ちがたく、退社を経て2016年に、 岡山市駅教室だ。2017年2月から岡山市南区にリンクス野球教室を開校。小中学生や大人を対象に個別指導を実施しているほか、プロ野球のオフシーズンには現役生活を続けている阪神時代のチームメイトを小中学生相手の臨時コーチに招いている。リンクス野球教室の運営と並行しながら2017年4月に 朝日医療大学校へ入学。2020年3月には柔道整復師の国家試験を受けたが合格に至らなかったため新旧市の国家資格も取得すべく内部進学で技術の研鑽を積んでいる。2021年には阪神球団がタイガースアカデミーベースボールスクールの岡山校を出身の関西高校グラウンドで開校することに伴って1月から 岡山校の初代専属コーチを務める。ドラフトでの指名を後押しした星野から、松井秀樹や中田翔よりも、打球を飛ばす力があると、太鼓板を押されるほどの長打力が武器。二軍コーチの八木博からは、変化球に対応する器用なバットコントロールを評価、されている。チームメイトであったクレイグ・ブラゼルとは大柄で懐の、深い左打者という共通点があり、 風貌も似ていることから、ショーブラゼルと称された。ちなみに、2013年の周期キャンプから、阪神のゼネラルマネージャー付け育成打撃コーディネーターとして、指導者生活を始めた、掛布正幸からは、自身の現役時代にクリーンアップを組んだランディバースに、ちなんで、ショーバースと呼ばれている。課題は、守備面で2011年に初めて一軍昇格した際にも、 代打での出場にとどまった。その後は、ウエスタンリーグの公式戦や練習で三塁を守る、機会はあるものの、1.2軍とも、指名打者を採用しない、公式戦で、スタメンに起用される場合には一塁手として出場する、ことが多かった。ありがとうございます。